皆さんおはようございます。ペリオディスタ小沢です。いやー、マドリー強かったですね。首位決戦でしっかりとジローナを叩いて、マドリーはマドリーでしたと、マドリディズも発動ということで、まあ、いきなりワンチャンをものにして、ホセルのゴールで先制をして、まあ、その後もチュアメニの、コーナーキック、もう流れ展開関係ないと、まあ、ボール保持関係ありませんということで、首位ジローナにサッカーという競技は何ぞやということをね、教えるような試合、前半を戦ったんじゃないかなと思いますけれども、今回は9月30日土曜日、現地18時半キックオフで行われましたラリーガの首位決戦、ラリーガ EA スポーツ第8節のジローナとレアルマドリーの一戦、パルティダストについてお話ししたいと思います。結果は0対3、前半にホセルチュアメニ、そして後半カウンターからベリンガムが豪快にボレーシュートを沈めて、まあ、ベリンガムはこれでラリーガ8試合で6ゴールピチッチ単独首位をひた走っておりますけれども、マドリーもこれでジローナを抜きまして、そしてバルセロナも抜きまして、今節第8節を終えてラリーガの首位に立ちました。ムイビエンアラマドリーバモース。この試合のプレビュー動画では、ジローナ推しで私も展開しましたので、ジローナの方が間違いなく保持率で上回るでしょうと、そして、保持率をね、そのまま優位性あるいはスコアに持っていってジローナが勝つ展開もあるんじゃないかというような文脈でジローナを大絶賛しておりましたけれども、まあ、この試合やはり結果的には保持率 53% でジローナが上回りましたし、まあ、実際に開始早々の3分4分の右左からのクロスでの決定機、まあ、まずは右のクロスからのヤンヘルエレーラ、やはり後ろからスルスルっと入ってきますので、マークをつきづらいというところと、マドリーやはりああいうところでのクロス対応、中盤のチュアメニアンカーのピボーテが、まあ、なかなかマーキングをつかめないというやはり課題が出ましたので、エレーラがフリーでヘディングシュートをしましたが、残念ながら枠を捉えることができず、続いては4分に左の内側のレーンからミゲル・グティレスがアーリークロスを入れて、大外のツィガンコフ、まあそこもカマビンガーマーキングのミスですね、前に入られて頭で触られてということで、まあ、そちらのシュートはポストを叩いて外に出ていってしまいましたということで、まあ、あの開始早々の決定機2発を外してしまったジローナ、やはりマドリー相手に決定機を外すようでは、逆に決定力の高さで沈められてしまうのがマドリー戦での常ですので、その通りにやられてしまいました。まあ、ただ開始5分ぐらいは本当にジローナの素晴らしいポジショナルプレーでマドリー全然ボールを奪いませんでした。まあ、マドリーもそれほど出力を上げてハイプレスをしたわけではないですけれども、やはり2トップの脇からうまく侵入をされて、そしてサイドチェンジうまく使われてしまって、まあ、マドリーの、今シーズンの特徴的な 4-4 に、ベリンガムシステムの、まあ、うまく2トップの脇、まあ、中盤のサイドがいないと、まあ、ウィングがいないところをうまくね、ジローナのボールの逃がしどころ、ボールの起点として使われてしまって、まあ、簡単にボールをね、前進されましたし、まあ、本当に前線のフィルター守備でいうとマドリースカスカでしたので、まあ、本当に開始5分過ぎまでは全くマドリーがボールを奪えることができないような、ジローナの見事なサッカーが出ましたが、まあ、ただそれだけでしたというところもこの試合あったかと思います。まあ、それ以降マドリーが徐々に試合に適応し始め、まあ、この試合ね、後ほど紹介しますけども、ちょっとメンバーの編成、ポジショニングも変えてきましたので、非保持守備の時には、中盤仕方ではなくてベリンガムをちょっと左側に張り出させるような形で、まあ、その分そうするとね、クロースが、あまり広いエリアをカバーしなくていいというような、まあ、そこアンチェロッティ監督うまい落としどころを見つけたなと思って、戦術的には見ておりましたし、まあ、この試合左サイドバックもカマビンガが昨シーズン同様に務めましたということで、まあ、結果的に17分の、ホセルのゴールはその、左に寄ったベリンガムの右アウトサイドの、クロスから、まあ、モドリッチを連想させるような見事な右アウトのクロスからのホセルの、ゴールということで、まあ、ああいうところで質の高いクロス、そして、決定力でしっかりと、一発で、シュート1本目で先制点を決めてしまうところが、マドリーがマドリータのゆえんというところは、まあ、ずっとね、この動画でも近年言い続けてますし、まさにこの試合でもそういうマドリリスモが出たんじゃないかなというふうに思います。それでは両チームのスタメンと戦術的なポイント、いくつか解説をしていきましょう。はい、まずは左ホームのジローナですが、433の、表記にはしておきますが、まあ、保持、非保持でもちろん可変ですので変えてきました。なんとピボーテにダビド・ロペスを置いて、保持の時には彼をね、落としての3枚ビルドアップをしてきました。まあ、こちらの433で紹介しましょう。ゴールキーパーがサニガ、ディフェンスライン右にヤン・コウト、エリク・ガルシアとブリントのセンターバック、左サイドバックにミゲル・グティエレスが入りました。ピボーテにダビド・ロペスが入り、ヤン・ヘル・エレーラ、レイシ・ガルシアの、中盤2枚、まあ、実質ドブレピボーテダブルボランチの形でした。前線は右からツィガンコフ、ドフビク、サビーニョのいつもの3トップでした。一方のマドリーですけれども、リュディガーが間に合いましたので、ナチョとの、
2センターバックコンビで来ました。こちらの、4-4-2中盤ダイヤモンドひし形のシステムでした。ゴールキーパーケパ、ディフェンスラインカルバハルも戻ってこれましたね。リュディガー、ナチョ、カマビンガが左のサイドバック。チュアメニのピボーテにクロース、バルベリでのインテリオル、モドリッチ、この試合も出番がなかったので、メディアでは、アンチェロッティ監督とモドリッチの圧力みたいなね、話題が出てますけれども、ちょっと、実際にね、序列で言うとセバージョスなんかの方が上になってるので、モドリッチの現状、それからアンチェロッティ監督の中での構想はちょっと気になりますね。トップ下にベリンガムで、ホセルとビニシウスの2トップ、決定力不足がね、今シーズンちょっと目立ってしまっていた、ロドリゴはベンチスタートとなりました。はい、まあ、開始早々に5分間はね、先ほど言ったようにジローナが圧倒的にボールを回し倒しましたので、まあ、そこで言うとダビド・ロペスがピボテのところから、センターバックに降りて3枚ビルドアップ。まあ、そこに対してマドリーもやはりハイプレスはかけられませんでしたので、まあ、ホセル、ビニシウスを立たせて、まあ、ベリンガも少し左のね、ワイドに流すような形で、チュアメニクロース、まあ、そしてバルベルデという形の、まあ、4-4-2 の、セットのような形での、構え、ヒホジのマドリーのシステムには見えました。まあ、先ほど解説したように、ベリンガムがトップ下で、まあ、こういう形で中盤3枚で、まあ、ベリンガムを越されてしまうと、まあ、特にこういうところにね、入ってしまうと、まあ、マドリーの左の場合は、特にクロースがここから出なければいけないので、まあ、そこまでね、やはり広いプレーエリアカバーできるような守備では選手ではないですので、まあ、やはり、このような形でちょっとベリンガムを左に寄せて、まあ、ベリンガムが出ていく方が確かに、このシステムの非保持の弱点をカバーできるなというところはありましたし、まあ、右はバルベルデがいれば、ね、やはり彼がこうやって行ってくれますので、問題ないかと思います。まあそして今日に関して言うと、まあレビューでも言いましたが、やはりサビーニをどう捕まえるか、あるいは突破させないかというところで止めるかというところで、やはりカルバハルがタイトに行きましたので、まあなかなか前向きでサビーニョがボールを持てないような、カルバハルのマーキング、まあそこは卓越した彼の経験値、守備の対応力の高さだと思いますけれども、まあそれによって前半は本当にサビーニョが消されてしまいましたので、後半に関して言うとサビーニョをね、右に回してくるジローナ・ミチェル監督という形になりましたけれども、やはり前半のうちにもう 0-2 となってしまいましたので、サビーニを消されてしまったジローナなかなか手がなかったなというところと、まあこの試合は全般的に、ジローナ、シュートの場面でことごとく選手が力んでしまって枠をね、捉えることができない、孵化してしまったり外してしまうようなシュートが目立ってしまったかなというふうには思います。はい、まあ前半21分までにマドリー 0-2 でリードしましたので、まあそれ以降は本当にはっきりと 4-4-2 で構えて、まあビニシウスを攻め残りさせてカウンター狙いの攻撃にシフトしましたけれども、やはりカウンターの時にはちょっとホセルが、まあなかなかうまく流れの中で、攻撃に絡んで、まあ、ベンゼマのような形で、まあ、中盤でね、一度受けてから、カウンターに移行するみたいなことが、まあ、それほど得意な選手ではないので、まあ、この試合も得点を決めて、今季4ゴールにはなりましたし、点は取りますけれども、ちょっとマドリーのやはり9番としては物足りないかなと。マドリーの9番であればね、アナーキーな攻撃、まあ、ロングカウンターであってもうまくボールを収めたりとか、カウンターのスイッチを入れるようなプレーが必要ですので、まあそこまで求められるプレイヤーではないので、まあ今後も本当に、まあ得点を取る職人的に、まあそういうストライカーとして使っていく必要があるかなと思いますので、基本的にはビニシウス、ロドリゴで回していきながら、浄化的にホセルが出ていくのかなというふうに思いました。まあ逆にカウンターの局面でのビニシウス、まあそしてベリンガムがそこに加わると本当に破壊力があるなと。まあ前半の28分にありましたけれども、ビニシウスが、一つフリックするだけで、相手の裏を取って、まあベリンガムが独走で、まあブリントをね、まあぶち抜きそうになりましたけれども、最終的に1対1で、まあ止められましたが、まあああいうカウンターを作れるわけですから、まあ今後も、引き込むね、守備からのカウンターでビニシウス、ベリンガムのライン、まあそこにロドリゴが加わると3人で確実に点が取れると思いますし、まあやはり守ってロングカウンターで点が取れる、まあそして引いた相手も崩せるようなホセルの、ようなね、フォワードを決定力を持っているっていうところはマドリー攻撃多彩ですから強いなというところを改めて再認識させられるこのジローナ戦ではありました。はい、まあ2節前のマドリードダービーで完敗をしまして、まあいきなりね、その試合だけでもマドリードダービーですから、アンチェロッティ監督大丈夫かと、クライシス発動しましたけれども、やはりこうやってしっかりと、今好調、絶好調のジローナ、首位でしたから、7節終了時点で、まあ、そのジローナをしっかりと 0-3 でアウェーで叩くことができるわけですから、改めてマドリー強いぞということを証明することができましたし、まあ、またね、チャンピオンズリーグがすぐやってきますし、まあ、週末にはオサスナとのゲームが待ってますけれども、この過密日程の中で、まあ、ある程度省エネでもしっかりとね、まあ、常に内容よく勝てるわけではありませんから、まあ、そういう過密日程の中でもしっかりと、取るべき時に取るべき人が取って、
勝ち切るパターンを持っているマドリーが強いなと、まあ、当面は、ラリーガの首位を走るんじゃないかなということを予感させる、マドリーの圧勝対象となりました。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラプロクシマ。